和田拓也。必殺の三角締めで世界的評価の高い中尾と、高速タックルからのテイクダウンを得意とする和田の対決。グラウンドの攻防から目を離すな。アウトローラー、ケースファクトリー所属、171センチ、75.7キロ、ミドル級8位、和田拓也。赤コーナー、シューティングジム大阪所属、177センチ、75.9キロ、ミドル級3位、中寿太。ダブルフリー菅野博之、浦友和、レフリー鈴木俊治。第3試合ミドル級の3回戦、中尾寿太郎対和田拓也の一戦です。坂本さん、はい、この新進気鋭といいますか、ここまで負けなしの和田に対して、はい、これまたまあベテランといいますかね。そうですね、先ほどの加藤と池本の試合に続いてですね、はい、上位と下位のランカー戦同士の戦いということで、ミドル級、まあなんとか和田には頑張ってほしいところですけどね。寿太郎なかなか強いですからね。まあ国内での戦いプラスその海外での評価はね、どんどん上がる選手なんでね、まあ経験ということに関してはもう中尾の方が分抜いてると思うんですけれども、はい、やはり和田の、ね、若さとね、はい、その辺期待したいですね。動きに思いっきりですね。今もミドルを飛ばしていきました、はい、さあスッと入ろうというローを飛ばした。もうちょい頭の中入った方がいいですよ、はい、今の状況ではちょっと届かないと思うんで。高島さんどうですかこの一戦は。そうですね、和田が中尾の左をかなり警戒してますよね。あパンチ、はい、9月に UFC でパンチで KO 勝ちしちゃったんですし、はいはいはい、そのパンチをちょっとまっすぐ下がっちゃいけないですよね。そのキックの足を取ってテイクダウンに行った和田、しかし倒れない。うん、回した。取るかすぐ横行きたいですけどね、ちょっと簡単に勝った。一つ取られすぎですよね。あれサイド取れそうなテイクダウンだったんですけどね、うん、さあクローズドガード。さあしかし、まあ、今の動き見てる限り和田に勝たさないですよね、はい、まあ、ここはもう和田らしい動きですね、はい、さあ中尾が下になったクローズドガードです。あれこれで中尾が狙ってくるのはまあ三角っていうのが分かってるんで、はい、それに対する対処ですよね。もう和田の方も分かってますから、まあ、十分練習してきてると思うんですよ ね、 そうですね。逆に言えば警戒するところといえばやっぱそこの部分だけだと思いますので、はい、もう数々の選手をその三角締めで葬ってきましたこの中尾寿太郎。下になっていても上から攻めていてもこれ安心はできません。さあここからの和田です。うん、ちょっともっとしっかりパンチならパンチ、はい、ひっつくならひっつくって、まあ、もっとなんか中途半端な距離にいるような気がしますよね。この何にもできないっていうんですか、はい、仕掛けが遅いという感じはもう中尾選手もかなり遅いものあるんですけども、ね、さあ和田選手はここはどうなんでしょう。まあ、和田にはその辺恐れずにね、はい、どんどん飛び込んでいってほしいですね。さあどういう攻めの糸口を見出すことができるか和田拓也、ミドル級の8位です。一方の中尾寿太郎はミドル級3位。ランキングを駆け上がるためにはこの中尾を何としてでも倒したい和田です。さあボディにパンチを落としながら糸口をつかめるか和田。まあ寿太郎は自分のペースですよね。このしっかりクロスガード取っていくっていうのは、うん、あなるほどね。3ラウンド全体で考えている選手ですからね、はい、あそしてまたこの、まあ、31歳でありながらそのスタミナが十分にあります。さあ首をつかみながらちょっと何か考えてるかもしれないですね、はい、タイミングを測ってるかもしれないですね。中尾選手和田がパンチ打つ時とか、はい、まあ、相手が何か仕掛ける時が上がってきた。足が上がってきた。上がってきた。どうだ。上がった。足をかけるか。三角だ。三角だ。どうだ。これはまだ浅いですか。いやもう入ってますよ。あ入ってますか。いやしてますね、三角締めに入っている。三角締めに入っている中尾。厳しいんじゃないですか和田。和田どうだ。耐えられるか。首をロックする。どうだ。キャッチだ。タックルした。中尾寿太郎。三角締め中尾寿太郎。いやタイミングが良かったですね。うーん、ま
和田選手も警戒してたと思うんですけれども、はい、決めてしまう中尾の三角締めの凄さというのが見えた気がします。高島さんどうですか、これはリプレイが出ています。でもちょっと和田はもう少し何かやってほしかったのが正直なところですね。ね、周りからも言われて、まあ、練習もしたんでしょうが、そこを決めていきます。まさにキングオブトライアングル、中尾内太郎選手が4分7秒、1ラウンド4分7秒で三角締めの一本勝ちを収めました。この NK ホール、見事なトライアングルで締めくくりました。まあ、向こうはもう俺がもう三角三角で、さすがにあんまり簡単には狙ってこないだろうと思ったんじゃないですか。まあ、理想を言うと上から攻めてマウントなり横なりついて勝つのが俺の中で理想なんですけど、下になっちゃうのはちょっとまだまだなんで、今回はたまたま三角入ったんですけど、まあ、やっぱなるべくは上から攻める試合にこれからしていきたい。ああ今回ちょっと気持ちよかったですね。汗もかいてないし、美味しい仕事でした。